如月駅、如月駅の会議。特定の条件を満たせば行くことのできる異世界の駅。風景は日本の街と変わりないが、住民が全くいない。いたとしても人間の姿をした怪異であり、触れれば一緒に燃えて消滅してしまう。また、血管のような怪異も存在し、触れてしまえば爆発してしまう。その怪異たちに殺された人物は、如月駅の怪異として、共に人々を襲うようになってしまう。その駅から脱出できるのは一人のみで、残された人物たちは記憶がリセットされてしまい、再び如月駅を逃げ惑うというデスゲームのようなシステムとなっている。